エクトル・オリベラ・アマロは、キューバ共和国サンティアーゴ・デ・クーバ州、サンティアーゴ・デ・クーバ出身の元プロ野球選手、宇藤右内。父のエクトル・オリベラシニアも、キューバリーグで活躍した選手で、1980年8月に、東京で開催されたアマチュアワールドシリーズで、キューバ代表として、日本代表と決勝戦を戦った。キューバ代表の実績としては2006年の、 1> 第1回 WBC 一次候補に入った。2007年8月には B 代表としてオランダのロッテルダムで開催された第11回ワールドポートトーナメントに出場。同年11月の第37回アイブフワールドカップで A 代表メンバー入り。2008年8月の北京オリンピックの野球キューバ代表に選出された。 2009年3月の第2回 WBC のキューバ代表に選出された。2010年10月の第17回インターコンチネンタルカップでは27、打数16アンダの活躍で2類種のベストナインに輝き MVP を受賞した。2012から2013シーズンは左上腕二等筋の血栓症のため国内リーグの試合を欠場している。 2013年3月の第3回 WBC に出場することもできなかった。2014年9月に亡命した。2015年3月24日にロサンゼルスドジャースと6年契約総額6250万ドルで契約合意。ビザの発行が遅れ5月19日に正式に契約。6月から3日のマイナーで計12試合に出場した。 2015年7月30日にアトランタブレーブス、ロサンゼルスドジャース、マイアミマーリンズの3球団による三角トレードが発生し、アレックスウッド、ジム・ジョンソン、ルイス・アビラン、ブロンソン・アローヨ、ホセ・ペラザとのトレードで、パコ・ロドリゲス、ザック、バードと共にアトランタブレーブスに移籍。この年は、セプテンバー・コール・アップでメジャーに昇格し、3塁手として24試合に、 出場し、打率25。253.2本塁打、11打点、オプス0.715というまずまずの打撃成績を記録した。守備面では、24試合中21試合で三塁一勝、守る機会を得て、4失策、守備率。905という成績に終わり、やや不安定だった。オフに、外野手への転向を打診されると、プエルトリカンウィンターリーグに、 左翼手として参加した。2016年は、同じキューバ出身のアドニス・ガルシアが、肖像類種となった影響で、左翼手へ、コンバートされた。4月13日、遠征先のワシントン DC のホテルで、知人女性に暴行したとして逮捕され、同日付で制限リスト入りしている。5月26日、82試合の出場停止処分を課せられ、これを受け入れた。 処分は4月30日に遡って適用される。7月30日にマット・ケンプとのトレードでサンディエゴ・パドレスへ移籍。直後の8月2日にディエフェとなり、そのままマイナーの試合にも出場することなく10日に解雇となった。2017年5月30日に独立リーグアトランティックリーグのシュガーランド、スキーターズと契約。ありがとうございます。